はい、えー、それではインタラクティブシステム論の第3回を始めたいと思います。前回はですね、フーリエ変換についての概念的なお話をしました。で、その中で、フーリエ数展開というのが、まあ、こういうふうに周期的な波をサイン波とコサイン波の合成で表すんだというお話をした でさらにですね、なんで制限波で分解するんだという、まあまあ、疑問に対してですね、まあ、簡単に答えるということで、結論としては、制限波っていうのは、実は歪まない波なんだと、まあ、ちょっと言い過ぎですけれども、まあ、あの線形の微分方程式の場合には確かにそうなるということです。でこのことは、この授業で何度も強調することになるかと思います。つまり F1 の波は F1 の波として出力されるただし振幅と位相は変わる F2 の波は F2 の波として出力される F3 の波は F3 の波として出力されるとこれが非常に重要な性質線形微分方程式の性質であるということですでいろんな制限波入力に対する応答ということでこういうような動画をお見せしましたでここでお見せしているのは まあえー、バネ、マス、ダンパーからなっているものですけれども、いろんな制限波を入力した場合に、まあ、やはり見てお分かりの通り、やっぱり同じ周期の制限波なんですね、出力も。ただし、振幅と位相が変わっているというのが、まあ、お分かりになるかと思います。で、も、まあ、一般の波は歪むと、一般的には例えば区、区形波上に力を加えた場合に、出力がそのまま区形になることはない。まあ、これは当然なお ですけれどもそういった歪みというのを周波数で分解して説明することができるんだというのが重要なポイントでしたつまり入力波形というのをそれぞれ違う周波数の周波数制限波に分解しているというステップをまず踏むでそれぞれの制限波がどのように振幅と位相が変化するかを観察するでこれを合計 してやると実はこれだけで出力が得られるんだと、歪んだという言われている波形が得られるんだというのが重要な性質でした。で、これが結局、まあ、波、特にこの場合には周期的な波ですけれども、これを制限波の要素に分けることの重要な意味であるということになったわけです。で、まあ、フーリエ級数展開の話からフーリエ変換の話に移りました。 この辺はちゃんとやっている授業がありますので簡単に言いますけれども周期的な波から拡張して非周期的な波に対しても変換できるようにしたものということです。フーリエ変換とそれから逆フーリエ変換があります。で、振幅パワースペクトラム移送というものについても、まあ、前回も少しお示ししました。つまり、まあ、各周波数オメガでの振幅というのは F オメガの絶対値を取ったものであると。 でパワースペクトラムというのは、まあ、絶対値の事情という言い方もできますが、まあ、共益をとって掛け算したものであるとそれから各周波数オメガでの位相というのは、まあえー、実数と虚数の間の比率から計算できるものということになります。はい、というわけで、まあ、この辺から、まあ、新しい話に移っていきますといっても、まあ、応用数学第一の方ではやった話ではありますので、まあ、ある意味の復習かと思ってください。 で我々がフーリエ変換をするときっていうのは、まあ、あの実,実関数実数のみの関数を扱うことが非常に多いわけですね。音声信号とか当然そうですよね。なので実関数のフーリエ変換がどういう性質を持っているかということを知っておくことは重要です。実際やってみましょう。ft がもしも実関数だったら f t × e x p o n e n t i a l j ガ t とやってやる。 で、この時、エクスポネンシャルというのは、コサインと J サインに分けることができますから、FT が実数であることを考えると、実数の項と虚数の項に分けることができるというのが容易に分かります。で、ここで F マイナスオメガというのを考えてみます。F マイナスオメガは、えー、まあ、こういうような式に表せますけれども、これやはり同様に、実数の成分と 虚数の成分に分にけることができますでこの2つの結果を見てみると実数成分と虚数成分はそれぞれ一致していて虚数のところの正,負だけが正と負だけが入れ替わっていますね。つまりこのフーリエ変換実関数のフーリエ変換の場合には Fω は f メ ω バーである。言い換えると パワースペクトラムで見ると、f オメガのパワースペクトルと F マイナスオメガのパワースペクトラムは一致するということが言えます。ですから、例えばグラフでサイラボとかでですね、グラフで表示するときにパワースペクトラムで表示することが多いわけですが、その場合には、正の部分と負の部分は同じ形になるということをよく分かっておいてください。 つまりパワースペクトラムは Y 軸対象あるいは偶関数となるということです。で先週、離散風鈴変換についても少しお話ししました。まあ、離散風鈴変換、もともとの風鈴変換について拡張したものになるわけですけれども、まあ、定義はこのような式になると。で、それの意味するところは何かというと、結局のところ、もともとの F、s f というベクトルに対して、まあ ある正方形列をかけた座標変換に過ぎないんだとそういう意味を持つんだということが分かっていただければと思います。でこの時内積の計算を n 回してるわけですけれども各内積の計算で現れてくる制限波というのが規定関数になっているということになります。つまり n 個の成分からなるベクトルを n 個の成分に変換する まあ行列による変換であるとその一種であるということです。でこの辺から前回のレポートに戻りましょう。で前回のレポートどういうことだったかというとこういう制限波とこういう規定波とこういうノコギリ波があった時にこの3つというのはパワースペクトラムで見た時にどのように違いますかということでした。で結果から言うと こんな結果とこんな結果とこんな結果になったはずです皆さんがまあプロットしたのもこんな感じになっているかと思いますで、まあ、この三つの結果からですね三、まあ、つは違いますというふうに答えていただければもちろん構わないんですがただここで結果として横軸周波数として見たときに途中で折り返していますよね明らかにでこの途中で折り返すというのがなぜ生じるのかと いいいうこととをよく理解して欲して思いますで実はこれは実信号であれば必ずそうなります。つまりですね実は先ほどの実関数のフーリエ変換が、まあ、正と負で、まあ、折り返すと偶関数になるという話と実は全く同じ話というのが離散フーリエ変換でもあるということです。やってみましょう。 fk の定義の式から f t ×スポネ o シャルマイナス j 2 π n 分の kt と。で、これをまあシグマで計算していくわけですけれども、これをですね、先ほどの実関数の風呂変換の場合と同じように、実数成分と虚数成分に分けて考えるということをしますま。これは当然このようにできますね。さっきの実関数の場合には、 fω を f-ω にして計算してみたわけですがここでは f 括弧 n-k というのを計算してみます。ラ a r n というのはデータの個数のことですね。ですのでここでは n-k というのを式として代入してやればいいんですがこれ普通に計算してみるとこういうような形になるというのは明らかかと思います。で 当然です、ね、ここで cos2πn 分の n-kt というのを簡単にできます。なぜ簡単にできるかというと、我々はこの離散風利変換をしているので t というのは実は整数なんですね。t が整数であるということは、これ実はバンバン消えてくれまして結局 cos2πn 分の kt と 同じであるということがすぐに言えるんですね。これわかりますよね。つまり、コサイン括弧 2πn 分の nt というところがまあ1になると、でそれからサイン 2πn 分の nt というのがまあゼロになってくれるので、結局これだけが残るということです。で、同様のことはサインの計算でも言えます。ということでこれは実はマイナスサイン 2πn 分の kt という結果になります。 つまりこの結果の2ついうのを合わせて考えると実は Fn-k というのは、まあ、こういうような形で表すことができるつまり先ほどの Fk の風利離散フーリエ変換と比べてみると虚数成分の部分だけが政府が入れ替わっていることになるということになりますつまり Fk のバーということになるわけですね ということで、まあ、この結果からですね、F N K が F K のバーであるということ、それからパワースペクトラムというのが、まあ、結局これの絶対値の事情をとっているんだということからして、まあ、結局この離散フーリエ変換というのが途中で折り返す結果になるということが、まあ、ご理解いただけるんじゃないかと思います。つまり F1 が F N 1、F2 ことですいいです、ね、こういう入れ替わりがあるということですね。ということでこの皆さんがレポートでやった時に気づいたであろうこの折り返しというのが、まあ、本質的には実関数の風鈴変換が左右対称であるのと同じ性質であるというふうに理解していただければと思います。 はい、ということで、前回のレポートは大体これで分かったんですけれども、でまあ、あのもしコメントとして付け加えるならです、ね、制限波は1つの周波数成分のみを持つ、まあ、折り返しというのを無視して考えるとですね、で区形波、三角波というのは、それぞれ異なる倍音を持つ、例えば 200Hz だったら 400Hz、600Hz というのを持つ、ただし区形波と三角波、この場合のこぎれ波ですが、この2つというのは、 この倍音の持ち方が違うこの違いというのが音色の違いとして我々としてに,には認識されたんだということになりますで、まあ少し脱線したお話をしましょうミッシングファンダメンタルっていう現象がありますでもともとですねこの正弦波と区形波とノコギリ波これらを我々は音色は違うだけど同じだ つまり同じところがあるというふうに、まあ、みんな思えるわけですねで。結局これは何でそうなってるかっていうと我々はあるいは我々の内磁気低膜なのか我々の脳なのか分かりませんが、まあ、我々はこの倍音の構造というのに着目する性質を持っています。でこの倍音と倍音の間の差をどうやら取ってるらしいんですね。 なので実はこの規定音つまり一番低い周波数の音がなくなったとしても倍音成分だけで規定音を知覚できる本当はないのに知覚できるという現象があることが知られていますこれをミッシングファンダメンタル現象というふうに呼びますでそれのまあちょっとあのー まあデモを作りましたのでちょっと聞いてみてみくださいこれ、えっと、こういうの分かりますかね横軸が時間で縦軸は周波数ということで周波数が変化していく様子を表したグラフですで一番右を見てみてくださいこれはこういう音です 分かりますよね。ドリミファミレドミファソラソファミということで、実際に周波数の移り変わりをグラフで見てやっても、まあ、階段状に上がって下がって、上がって下がってというのがお分かりいただけるかと思います。で、これに対して、倍音成分を付け加えることによって、ある種の音色を作ったのが次のものです。聞いい。ててみてください はいということで、まあ、特に意図してやったわけではないんですけれども、これ、何か、えー、ラッパ的なものでしょうかね、まあ、そういうような音になったかと思います。でそれに対して、まあ、一番重要なのがこの右のものです。で右のものは、倍音成分を加えてるんだけれども、規定音の部分のをなくしちゃってるんですね。でそれにによっっててどういう音になっていい音なるか 聞いいててみてください <noise> ということで、どうでしょうか。まあ、全く問題なくドレミファミレドミファソラソファミが聞けたんじゃないでしょうか。つまり、このように基、ね、定音部分というのを除かれた音に対しても我々はちゃんと基定音っぽいものを近くできてしまう。それがまあ我々のまあ音。 ののの情報処理の一つの能力だととといいうことは言えるかと思います、はいまあ、サンプルコードも一応つけましたので、まあ、もし興味あればということです。はい、ということでですね、まあ、今日のメインの話に移っていきます「フーリエ変換とインパルス」という話をしていきたいと思います。 でまあ、この辺の話もですね、まあ、復習になります、まあ、ちょっと復習が多いんですけれどもやっぱり重要なことなので、まあ、よく分かってくださいで風エ変換をするための一つの例として単独の区形波というのを取り上げるわけですつまりこの図にありますようにマイナス1から1までの時間幅で2分の1の高さの波というのがあったときに風エ変換をするとどうなるか考えますそうすると、まあ 定義通り、f t かけるエク e x p o n e n t i a l j オメガ t d t というのを計算してやれば良いことになるので、2分の1ク e x p o n e n t i a l j オメガ t d t で、この辺はもうオートマティックに計算できてほしいですが、e x p o n e n t i a l j オメガ t というのを積分するので、マイナス j 2ガ分の1という形で e x p o n e n t i a l j ガ t 積分できて、で、こう計算していくと、sin、まあ、というのが出てくる。 最終的にはオメガ分のサインオメガという波になるということになります。で、このオメガ分のサインオメガという波のことを、まあ、真空関数というふうに呼ぶんだということもご存知かと思います。で、一つまあ分かっておいてほしいのは、これもともとの波はマイナス1から1までで高さ1 2分の1なので、面積が1の波になっているということです。それから 結果としてのシンク関数オメガ分の sin オメガにもいくつかの性質があります。一つは高さが1、中央の高さが1になっている。オメガが0に前近したときの中央の高さが1になっているということ。それからオメガが大きくなるにつれて加速度的に小さくなっていくということ。それから π、2π、3π のところで0になるということ。 そういう性質があるというのをこのグラフから読み取っていただければと思います。ということでまあ先ほどちょっとだいぶお話ししてしまいましたけれども真空関数の性質もう一度言いますとオメガが0のところでは極限値として1になる。でこれはオメガイコール0っていうのは周波数が0ってことですからつまり先ほどの区形波の直流成分の平均値的なものが1であると。 ととといいいううここを表しているということになりますでそれからオメガが π2π で周期的に0となるそれからオメガが大きくなるにつれてオメガ分の sin オメガの分母の部分の寄与が大きくなっていきますのでオメガ分の1のスピードで小さくなっていくとこの辺の性質分かっておいていただければと思いますで先ほどの区形波さっきも言いましたように面積が1であるということを言いました で同様に面積が1のまんま、区形波の形を変えていくということを考えます。つまり面、幅を2イプシロンと考えて、高さを2イプシロン分の1というふうに考えると、面積は2イプシロンかける2イプシロン分の1で1になりますね。で、この形のまんま、まあ、計算してやる、区形波の形を変えてやる、その時に風呂変換がどうなるかを計算してやります。 途中経過は省きますけれどもこれ結果としてはイプシロンオメガ分のサインイプシロンオメガというふうになりますやはりこれは形としては真空関数になりますただし、まあ、いくつかのこれも重要な性質があります一つは先ほどと変わらずオメガイコール0のところでは高さが1になっているということそれから イプシロン分の π、イプシロン分の 2π というところでゼロになっているということということです。でまあこれによってですね結局、f オメガイコールイプシロンオメガ分の sin イ,イプシロンオメガということになるんですが、これ、イプシロンによってどのように変わるかということを見てください。そうすると結局、オメガがいつ ゼロになるかオメガがいつの時に F オメガが0になるかということが重要であるということが分かります。つまり、イプシロン分の π のところで0になるんだから、結局、オメガ、イプシロン、ごめんなさい、イプシロンが小さくなったときには、イプシロン分の π は大きくなる。つまり、風呂変換の結果は幅広になるということが分かります。で当然逆のことも言えて、 区形波の幅が広くなっていくとイプシロン分の π は狭くなっていきますイプシロンが大きくなりますからねということで元々の区形波の幅と風冷変換結果の時の幅は互いに逆の関係になるということがまあわかるかと思いますで、これをさらにさらに幅を狭めていきます イプシロンをどどどどんどんんどん小さくしていきますでそうであったとしてもこの面積が一定のままつまり面積一定ということがはイプシロンを小さくした時に2イプシロン分の1を非常に大きくしていくということに他なりません。でその時に f ガを見てみるとやはりオメガイコール0の時に1であり続けるという性質は変わりません。 でこの最終的な極限としてはどうなるかと考えますと結局のところ幅が無限に狭くて高さが無限に高い、まあ、仮想的な関数になるであろうというふうに思われます。でそういった幅が狭くて無限に高いようなインパルスの波形、まあ、こういうのインパルスというふうに言うんですけれどもただし面積は1のまんまです。 そのフーリエ変換結果はどうなるかと考えると先ほどの話の演劇してみると Fω はずっと1のまんまであるつまり無限に幅が広い関数にならざるを得ないということになります。先ほども言いましたがイプシロンを0にするという極限の考えた時のこの波形のことをインパルスというふうに呼びます。 ただし面積は1で保存されています。でインパルスはデルタ t というふうに呼び書きましてデルタ関数とも呼びます。でこの風呂変換結果からわかる非常に重要なことがあります。何かというとインパルスパンという一瞬だけのインパルスにはあらゆる周波数が一様に含まれている。 この右側のグラフから明らかですこれがインパルスの非常に重要な性質ということになりますはい。次にまあここまでのお話を元にしまして伝達関数というお話をしていきたいと思いますここからが応用数学でもあまりお話ししていなかった内容になってくるかなと思います このスライドはもうこれまでも何度も出てきていますけれども、フーリエ変換あるいはフーリエ級数展開がなぜ制限波を使うのかということの説明でした。つまり、それぞれの制限波入力に対して、出力というのは制限波であれば、入力が制限波であれば出力は必ず制限波になるという強い性質があった。だから、一般的に入力波形を周波数分解してやって、 それぞれの周波数ごとの振幅と位相出力の振幅と位相を求めてやれば、合計すると出力が得られるんだという。まあ強い性質があるということを何度もお話ししています。で、この図ではですね。風冷級数展開の図でになっているので、まああたかも。離散的にこの周波数成分っていうのがある。周波数別の周波数、その次の周波数というふうになっているようにまあ、見受けられますけれども。 ただ、実際に我々が相手にするのは非周期関数ということになります。で、実際の波の場合にはどうなるかということを考えます。周期的ではない波について考えています。その場合には、先ほどの風リエ数展開ではなく、風リエ変換によって周波数成分を見ることができるようになります。で、これに対して、 周波数数ごととととにどれれだけ振幅と位相がが変わるるかいいう関数が得られているとしますつまり、例えばこの場合には、ある低い周波数は強く通過する。だけども、高い周波数は通過しない。こういうのをローパスフィルターというふうに言いますが、そういうような、例えば性質があるようなもの。これ、らは一例ですけれども、そのようにですね、周波数ごとにどれだけ振幅と位相が変わるか。 いう関数があったとしますで、この時ですね、出力結果のフーリエ変換というのは、実はこの Fω と Hω を純粋に掛け算するだけでよいという、まあ、強い性質があります。で、この、まあ、出力のフーリエ変換結果がこれで得られたので、こいつを逆フーリエ変換すると、 そのまま出力が得られてしまうという、まあ、そういう流れになるんですねで。こういうのを伝達関数というふうに言います。つまり例えば入力波形があった時にその入力波形のフーリエ変換をまず得る。でそれに対してある関数をかける。でその関数をかけた結果として出力のフーリエ変換結果が得られる。で 最終的にそいつを逆風鈴変換すると出力が得られるこういう流れがあります。でこの流れの中のこの Hω の部分を伝達関数というふうに呼びます。つまり入出力関係を定義するシステムの性質ということになります。でこのことから、まあ、皆さんすぐにお分かりいただけるように 例えばこれは入力波形が変わっても普通に対応できるわけですね入力波形が変わったらそのフーリエ変換してやってで伝達関数かけてで逆フーリエ変換してやればいいだからその場合にはこのシステムが変わらない限りエッジオメガは変わらないということになります ということでこの伝達関数というのは工学の分野全般で非常によく使われる概念ということになります。でこれはシステムの入出力関係伝わり方を周波数空間で記述したものであるということになりましてで強い性質として伝達関数は単純な掛け算をしてやればいいという性質があるということです。もし直感的に分からないなら先ほどの まあ風利へ急須展開での図を見ていただければと思いますで、伝達関数もちろん複数の伝達関数をかけるということはあるんですね例えばある低い周波数を通過させてその後高い周波数を通過させてというふうに、まあ、何度もやる場合がありますでもそういった場合においても単純に掛け算をするということによってまあ、その伝達関数全体の伝達関数というのは作ることができるので 全然気にすする必要がないといととうことですね。よくある例として例えばローパスフィルターをかけてその後ハイパスフィルターをかけてバンドパスフィルターある,あるまあ帯域の周波数だけを通過させるようなフィルターを作るというようなことは全く普通に可能ですしこの場合フィルターをかける順番にも依存しないということになります。 はいということで、まあ、ここまで伝達関数がもしあったらこんなに便利だよねというお話をしましたただまあここからはですね伝達関数あったらっていうけどじゃあどうやって求めるんだという話になりますでこの伝達関数というのは結局周波数オメガの信号を入力した時に出力がどういう振幅でどういう位相になるかというのを求めたものです ということは、結局、システムに対して、ある周波数オメガの制限波を入力してやって、こんな感じで。そして、出力を何かオシロスコープとかで検索、検索、え見てやって、で、オシロスコープの画面上で、振幅と位相を測定するということをしてやればいい。そうすると、 この入力と出力の間の振幅の比率というのが越オメガの絶対値になりますし位相差というのがこの位相差から実数成分と虚数成分というのを求められるということになります。でこの周波数での伝達関数というのはこういうような形で求められるということになります。ですので最終的に周波数を変えて測定することによって エッジオメガが得られる。これ、周波数をバンバン変えていかなきゃいけないので、それなりに大変ですけれども、まあ、そうやってエッジオメガというのは実験的に求めることができるんだということをお分かりいただければと思います。でただですね、さっきの話、まあ、ちょっと大変そうだなと思われると思うんですね。まあ、当然、周波数をまあ変えながら、まあ、結果を見ていくというのはそれなりに大変かもしれません。でここで 伝達関数をもっと簡単に測定する方法はないかということを考えます。で、この図はもうお分かりいただけるかと思うんですが、アイデアは何かというと、こういうアイデアです。入力の周波数が、入力のフーリエ変換が常に1というような、そういう変な入力がもしあったら、 これ当然出力が伝達関数そのものになるんですね。まあ騙されたような感じですけれどもそうなりますよね。ということはそういう入力がもしあれば出力を一発捉えるだけでそのシステムの伝達関数が一発で得られるということになりそうです。で 実際そういったものってありましたっけということなんですが、あるんですね。入力の Fω が常に1というようなものって何かというと、これ、インパルスなんですね。こういうようなものだったということを、この授業の、まあ、今日の初めの方でお話ししました。ということは、システムにインパルスを入力すると、出力信号というのは 伝達関数 H オメガそのものとなるということが分かるわけですね。ということで、この伝達関数のことをインパルス応答という,ふうにも呼びますそれでこの辺はちょっと参考程度の話になるんですが、この伝達関数を測るというのは、エンジニアリングをやっていったらです、ね、必ずどっかでやんなきゃいけないような場面が出てくるぐらいの話かと思います。 例えばですね、まあ、よくあるのが頭部伝達関数、ヘッドリレーテッドトランスファーファンクションというのを測るということもあったりして、まあ、音響だと常識的な話になるんですが、まあ、例えばですね、ホールとかの響き具合というのは、そのホールの価値を決める非常に重要なファクターになるんですね。なので、実際にコンサートホールとかでは、 伝達関数を計測すするとということが行われますシミュレーションで行うことももちろんありますが実際に計測する装置というのもあります。でこの写真で示したように無指向性のスピーカーをステージに置いて無指向性のマイクを客席に置いてやった状態でまあインパルスを入力するという場合もありますがこんな感じのですねこんな感じのインパルスというのをまあ入れて その響きというのを捉えるということもありますが他にもですね例えばこの図で示しているような周波数が連続的に変化するチャープ信号というのを使って計測するということも行われていますでそういった形でまあ伝達関数というのが分かるとどういうことができるか例えばもともとの言音に対して伝達関数をかける いう操作がいとも簡単に行えますつまりそれは例えばコンサートホールの響きが掛け算された結果というのを得られるということですちょっとこれサンプルがあるので聞いてみてくださいもともとの音というのは無教室全く響かない音が響かないところで録音したものです ということで、まあ、全く響きがないという感じ、チープな音ですよね、というのがお分かりいただけるかと思います。で、これに対して、まあ、あるコンサートホールの伝達関数というのをかけてやると。ということで、まあ、随分と生き生きとした。 ようなな音になるちょっと響きすぎるような気もしますけれども、こういうような形で,です、ね、もともとの音というのを加工することができる、伝達関数によって加工することができるということがお分かりいただけるかと思います。それで、インパルス応答というのは、要はインパルスを入力したときの響き具合というのを見るということなんですが、その響き具合を見ることによって、結局、 そののの性質というのがわかるんですねちょっとここでは、まあ、屋外と屋内でインパルス相当がどのぐらい違うかというのをちょっとお見せしましょう。まず最初が屋外での計測の様子です。 とということで、まあ、屋外はほとんど響きがないんですが、でこの屋外でインパルス音、まあここではピストルがあるわけじゃないので、拍手でもってインパルス音頭を測りました。で、これ分かりましたかねまずあの音というのが、まあ、乾いたようなパンという音だったというのはお分かりいただけたと思うんですが。 ただよく聞くとです、ね、これ実はちゃんと反響音が入っています。で、インパルス音をまあ計測してやって、風流変換したものというのをここ、お示ししてますけれども、これ、大体ですね、25ヘルツぐらいでのピークというのがあって、でこれ、おそらく波長として考え、波長から考えると、13メートルから14メートルぐらいのところの距離の壁。 が影響してるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますですからインパルス相トを見るだけで周りの環境がどんなふうになってるかっていうのが結構わかるんですね。で次に今度はセミナー室非常に狭いけれども反響の大きい部屋での音の様子です。はいここ はい、というものなんですが、この部屋でやはり拍手をしてみます。インパルス入入力を入れてみるということで、先ほどと比べると段違いに響きが大きいということになります。しかもまあ時間的にもです、ね、非常に長く続く波形であるということがまあ見て取れるかと思います。 この場合、ピーク値としては、周波数のピーク値としては、1.7kHz や 3.5kHz のところにピークがあって、ちょっと音声、人間の音声にかかるような部分が強調されているということがお分かりいただければと思います。はい、ということで、ここまでは、まあえー、伝達関数というのを実測する、実際に測るという話だったんですが、当然ですね、 もしもモデルがあるならコンピューターシミュレーションしてやりたいわけですね。つまり例えばコンサートホールを作る前にコンサートホールの響きが予測できないといけないわけです。ということでここではそのごくごく簡単な例として式から直接伝達関数を得るということを考えます。 でここで捉えるのはえ取り上げるのは mx w イコール f-kx-cx という皆さんおなじみの状況です。でまあ、ちょっと変形しておいて mx w 足す cx 足す kx イコール f 書きましょう。入力は f で出力が x です。でこの時伝達関数を計測するという基本は実は変わりません。基本は何かというと 正限波を入力し、その出力を得ればいいわけですね。ということで、入力として正限波を考えてやる。ただし、正、まあ、限波といってもエクスポネンシャルを考えてやります。その方が計算しやすいので。で出力としては、同じ周波数の正限波になるはずであるという仮定から、x t イコール h かけるエクスポネンシャル jωt になる。 いう,ふうに考えますこの時 H の大きさが伝達関数の大きさになりますし H の角度が変革ということになります。で実際にですねあとは代入してやってみればいいんですね。つまり入力波形がある周波数オメガの制限波ですよという過程からこれを代入してやる。で 出力もやはり同じ周波数の制限波だと、ただし、振幅と位相が変わると、振幅と位相が変わるという情報はすべて H オメガに含まれるというふうに書いたこの式を代入してやります。で、代入してやって計算する際にはですね、この XT の微分、2回微分を計算しておく必要があります。で、XT の微分は J J オオオメメメガガガ H エクスポネーシャル j オメガ T というふうふになりますつまり、j オメガを S というふうにもし簡単に書くならば s、s かける x t というふうになります。j オメガを S というふうに書くと、あの省略して書くというのは非常によく使われる方法です。でそれから、2回微分の場合には同じように計算していると、S 次乗 XT というふうに書くことができます。 でこういった簡略化をした上で先ほどの mxw+cx+kx=f イコールという式に代入して計算してやると結局 ms 次乗 c s k h ガエクスポネンシャル j オメガ t イコールエクスポネンシャル j オメガ t 右辺は f ですから右辺はエクスポネンシャル j オメガ t になります。という結果になるわけですね。 ということでこれこの式が成り立つためにはエクスポネンシャル Jωt が両辺で消えますので msg 乗たす Cs たす Kxhω が1じゃなきゃいけない言い換えると hω イコール msg 乗たす Cs たす K 分の1になるということになります。 それでこの s っていうのは j オメガだったわけですから、s イコール j オメガを代入してやれば、実はこれだけでもう伝達関数が計算できたということになります。ですね。はい。ということで、まあ、これ、あのこのバネマスダンパー系の立派な伝達関数を計算上だけから求めたということになります。 でこれをですねどういう形をしているかというのを見るためにサイラボでコードを書いてみました。で M が 1C が 1K が1というシステムで周波数をマイナス1から1まで振ってやってということでこの H オメガの形を計算するということをします。あのサイラボでは元ラボとかも同じですけれども掛け算の記号には別の意味行列の掛け算の意味があってしまうので 掛けけ算算や割りりの部分にはドットをつけるという約束がありますで、これで計算をしてやると、こういう形でですね、パワースペクトラムというのが得られた。横軸が周波数、縦軸がパワースペクトラムということになります。で、まあ、参考までに Python のコードも。で、この伝達関数、いろいろわかることがあるんですね。まずこの 周波数が0のとこでは1ではすこれは何かっていうとこれ周波数が0ってことはつまり入力の周波数が0って何かっていうと直流成分しかないってことですつまり入力引っ張り力がずっと引っ張ってた場合にどうなるかということがここで表されていますその場合はバネしか関係しなくなりますので1、まあ、バネ定数が1の場合には1というまあところになります それから、ですね、少し高いパワースペクトラムの値を持つ部分があります。これは何かというと、共振周波数ということになります。つまり、入力 F をあるこの周波数でゆっさゆっさと揺らしてやると、一番効率よく強い振幅が得られるということになるということです。 ということで、一、まあ、つ目のレポート課題は、まあ、先ほどのサンプルコードを、まあ、そのまま動かしてくださいというのに近いです。サンプルコードを参考に、重さ、バネの強さ、ダンパーを変えてください。その上、際に、共振周波数がどう変化しているかというのを観察してみてください。例えば、重くなると、共振はどうなるでしょうか。バネが強いとどうなるでしょうかというようなことです。 でその結果と物理的な妥当性についてコメントしておいてください。二つ目のレポート、これはちょっとまあ余裕のある人のみということにしたいと思います。で先ほどの例ではシステムのモデルから伝達関数を数式上で直接計算したわけですね。だけど、またちょっと戻って考えてみようと。戻ってみると、実は観察によって でで伝達関数は求められれるとということをこをまま我々お話ししてきましたつまりここでもシミュレーションと観察によってある程度分かるはずだということを、まあ、ちょっと観察してみたいんですね。でここではレポート1と同じシステムバイマスダンパー系に対して挙動をシミュレーションするプログラムを書いてみてください。 これは実はすでに皆さんをやっているはずです。バネとマスとダンパーがあったときに、重りがどのように動くかというシミュレーションのプログラムはすでに皆さんお分かりかと思います。でこれに対して、力から F としてさまざまな周波数の制限波を加えてみてください。そうすると、実際にどう動くかというのをプロットできるんですね。でそのプロットを 見てやることによって各周波数での応答振幅を観察してメモしていてくださ言ってください。本当は周波数あの各周波数での振幅だけじゃなくて位相も測ると完璧ではあるんですが、ここでは振幅だけで結構です。で目視による観察で結構です。でこのメモを元にですね横軸に周波数縦軸に振幅の事情をプロットしてみると。 おそらくレポート1の結果と同じような、あるところでは共振する、そうじゃないところでは共振しないという結果が得られるはずなので、それをコメントしてください。はい、レポート課題2のイメージはこんな感じです。いろんな制限派の入力をしてやる、そのときの出力を観察してやって、振幅をプロットしていくということです。ある種の実験だと思ってください。 ここで少しし補足をしておきます要は何で入力が制限波の時に出力も同じ周波数の制限波なのかということです。でこれですね、まあこれまでずっと前提として話を進めてきたわけですけれども、まあ何でだろうということですね。で、まあ、言い換えると、何で制限波というのは微分を入力した時に微分方程式の場合に形や周波数が変わんないのということです。 これですね微積分に対するエクスポネンシャルの普遍性から来ています。つまりどういうことかというと、この mx ドダブルドット足す cx ドット足す kx イコール f みたいな式っていうのは、一般化すると an dtn 乗分の dn 乗 xt イコール ft というような形の式で書けるわけですね。こうやって一般化された式に対して、 もし入力 F が正弦波エクスポネンシャル Jωt だったとするでもし仮に出力が周波数 ω 以外の正弦波例えば ω' を持っていたとするというふうに考えますでそうするとですねまあ微積分に対して正弦波っていうのは複素係数がかかる以外は不変なわけでしたよねなのでこの 結果というのを左辺、この元の式の左辺に代入してやると、結局どうやっても、これ、エクスポネンシャル j オメガダッシュ t という項が消えないんですね。で、それが右辺の Ft がエクスポネンシャル j オメガ t の成分しか持たないということとは一致しないので、結局矛盾である。だから、入力がエクスポネンシャル j オメガ t ってある周波数オメガだったら、 出力も同じ周波数オメガになるということになります。はい。ということで、今日の話は大体以上になります。今日はシステムの性質を知りたいということをメインテーマとしてお話ししました。で、微分方程式で表されるシステムの性質というのは、結局、ある周波数の入制限波入力を加えたら、どういうふうに振幅と位相が変わるか。 で定義されるんだとでこの関数 h ガを伝達関数と呼ぶんだということをお話ししました。で伝達関数を求めるためにはどういう方法があるかというと、まあ、実験として周波数をスイープするという方法それから入力としてインパルスを与えるという方法それからモデルから直接求めるという方法というのがあるということをまあお示ししました。 はい、今日の話は以上になります。